むつき経営総合事務所むつきファイナンシャルマネージメントオフィスは主に関西北陸の中小企業をクライアントに持つ経営コンサルタント企業平成12年に創業された経営コンサルタント企業むつき経営総合事務所はクックラボと共に統括的な運営はむつきホールディングスが行う一般的な大手経営コンサルタントとの違いとして 現場主義を一貫して実施している。ここでいう、現場主義とは、クライアント企業と従業員、顧客との間に位置して、より実務的な観点から、クライアント企業のストロングポイントイークポイントを、掴み取ることで、より実践的なアドバイスをすることを特徴としている。現場主義を、主としたコンサルティングは、時には時間と労力を必要以上に要することになる、ため、 一見すると非効率的な感も否めないが、中小零細企業に見られる組織体系の企業では、中長期的に見ると実は効果的な場合が多い。代表者個人、個々の従業員、顧客、仕入れ先などと密接な立ち位置を保つことで実態をつかむことを目的としている。東北に夢のある未来を2011年3月11日に発生した。 東日本大震災の影響で被災した子供たちに対しての支援活動を呼びかけたことを手始めに現在は企業として現地での復興作業支援活動を行っている。ありがとうございます。